はっきりとくっきりと聞こえるだろ。俺たち福岡。負け負け負け。もっこりもっこりもっこりしてますよ僕も。君たちに会えて僕はもっこりしてます。そしたらもうもっこりしちゃったらもう全部出すしかないでしょ。出し切ってるんだよ。行くぞ。精神科よ。してますか。
で背びろでウサイン・ボルトのようにやばい。大切ならさ一人で僕らは向かっているんですけど、50キロ、40キロ、30キロで浜には行ったりするのです。人に見られたりしたいのです。人に見られたりもしてえな。Thank you.
いやどうかっこいいね。いやいや、頭がいやもういいね、アンパなんか大きいのね、俺お客さんの上がりで、すごいな、もうすごい懐かしいって思った。懐かしいね。多分ね、もうあの3年前か4年前に前回来たんだけど、そん時のまま、お前ら変われ大人になれよ。でもよろしい、でもお互い年取って大人になってもらわないとあるな。でもこの場では、この場では、どこの場では、作品の場ではな、お前だって作品なんだバカ野郎。俺の作品だお前は。ここにいるみんなから赤塚不二雄に捧げるタモリの言葉だ。逆だ、逆だよ、逆だった。タモリタモさんだけかっこよく言ってなんだよ。もうね、僕らね、ネチャマホツアーこう経てきまして、はい、過去最長 ね、まあ、ね、いろんな MC をやってきたんですけど、うん、まあ、一番最初にした MC なんだっけなんて楽屋で話したわけ、うん、そしたらね、一番最初に俺らが最初に、ね、あ、そう、した MC なんだっけって、千葉でやった時に伝われ初めてね、あくにこぼしたわけって、ここで伝われ僕に、あくにこぼしたわけって、あの、なんですか、千葉の一発目の MC でね、あの何を言ったかっていう話になったわけ。なるほど。そう。魔法が叶ったらどうするか、もしも魔法が使えるなら何を言いたい、何が使いたい、何が使いたい、何がいいんだ、魔法が叶ったら何が使いたいか。でね、最初はね、僕は透明人間になりたいって言ったんですよ。いや、でも当然俺もさ、あの、でしょ、おっぱいも見たいって、おっぱいも、おっぱいだけじゃないで出したら、いいなっていう、うん、今日はもう、女性の象徴がここにね、目の前に現れればいい。俺は変わらないよって、本当に、僕はね、変わったんですよ。これから僕は変わったんですよ。あのね、やっぱね、自分を良くしないと。顔そう、滑舌ね、滑舌。俺もさっき悪縁に殺すの、悪縁にないよ、ずっと一緒にいるんだよ。そうだよ、ずっと。それはね、そのね、例えば初めて来るとな、え、この人日本人それが私は韓国人だって日本人じゃなく見えたところやっぱあるんかね。僕日本人に見えないって思ったことある人いますか。はい、いた、ありがとうね、渋々で、なんでお前はその人間性、やっぱりクソみたいな、クソみたいな人間出てる、僕、まあ、俺が言ったことじゃないか、君、いや、もう全員クソですよ、このメンバー全員クソです。なんで君自虐し始めた、自分の国のどこを取るんですか。長いから全てを、僕の全てを変えたい、もっと長い、頑張れ、僕の全てを変えたい、以上、あれ、それないじゃん、うん、以上です。変わっちゃダメだよ、そうだよね、正しい、そう、変わったらダメだよ、本当に、君なんか変わったら気じゃなくなるからね、あ、物事じゃなくなっちゃう、うん、お前そんなんでいいのか、お前もう最近すんだぞ、おい、本当にや、な、本当にどうすればいいんだ、俺はどうすればいいんだ、俺はもう死んでいればいいんだ、やさせて、ね、死んでたまるか。
シャ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 シYeah.
福岡。福岡ね。盛り上がってますね。まだまだこんなもんじゃねえだろ。何その短い家って言った。
ヤンキーだったらお前チキンレースなんだろ。何、よろしくな、よろしくな。ヤンキーも違うよ。ヤンキーじゃない、僕たちは。僕たちは東京じゃない、東京じゃないっしょ、ねえ、東京じゃないっしょ、ねえ、ヤンキーじゃないっしょ、ねえ、ねえ、ねえ、ヤンキーじゃないっしょ、ねえ、ねえ、ヤンキーじゃない、ヤンキー、ヤンキーじゃないって。ヤンキーじゃない、じゃあ、じゃあなんだ、ニャンキー、ヤンキーさん。
よっか。Let's go.
Yeah.